パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、トレーニングベンチの選び方ということで、結構ね、ちょこちょこ質問を受けます。僕のお客さんからも直に質問を受けて、自宅でもトレーニングをやろうと思ってベンチを買おうと思うんだけど、これでいいですかっていうふうに結構質問を受けますね。まあ、それはやっぱりね、いろんな商品が数多くあって、一体どれを選んでいいかよくわからないというところはあると思います。そこをね、あくまで僕個人の観点からですけれども、ただまあトレーニングをね、もう30年以上やってまして、トレーニング指導自体も30年やってますので、まあそういった観点からどういったものがいいかということをね、おすすめを紹介したいと思うんですけど、そもそもね、まだベンチを持ってない人も結構いると思うんですよ。で、ベンチはね、やっぱりね、絶対買った方がいいです。ベンチがあると、まあ、例えば背中の運動でも、まあ、こういったようなワンハンドローがやっぱりできるわけですね。こういったワンハンドローがやっぱりできてくるということとか、あとはもう腹筋なんかやっぱ全然違うんですね。肩甲骨がついた形じゃなくて、肩甲骨が出た状態のクランチ、ハイパークランチができてくるので、正直これ全然違います。本当に全然違います。肩甲骨がつかないから、これ全く休憩できないので、ここのやっぱり負荷のかかり方が全然違ってきます。これをさらにハイパークランチをやっていくときにも、肩甲骨がつくかつかないか、すごく大きな違いになってくるので、本当に腹筋なんかやってる強度が全然変わってきます。効果が変わってきます。当然、まあ家でトレーニングするときにはベンチがないと、胸のトレーニングがね、ダンベル的あってもできないですよね。下ろすときにこう肘がね、ここに床についてしまいますから、やはりこの面よりも肘が下がらないと、やっぱり胸のトレーニングがならないので、特に女性なんかでも、やっぱりこういうものを買うのが抵抗ある人もいるんですけど、逆に女性が腕立て伏せで胸のトレーニングをやろうと思うと、そもそもきつすぎます。腕立て伏せを女性でね、中肉中背の女性がきっちりね、下まで落としてやろうと思うと、やはりベンチプレスが30キロは上がらないとできないです。けど30キロを上がる女性ってまあそんないないですから、そうするとこういうベンチを買ってダンベルで5キロ6キロでやる方がよっぽど自分の筋力に合ったトレーニングができるわけなんですね。だから女性ほどやっぱりこれも合った方がいいということですね。なので、まずはベンチは絶対買った方がいいという、まずおすすめということです。ダンベルがあるならベンチも絶対あった方がいいということです。で、その中でどういったものを選んだ方がいいかというところですけど、この選ぶ観点というのはいろいろあります。もうこれ本当に僕は長年トレーニングをしてきた中で思うことなんですけれども、まずベンチにはこのフラットと、ね、インクラインになるタイプと2種類まあありますけれども、まあ当然フラットの方が値段的には安くて、まあだいたい5、6000円ぐらいでまあまああるかなと思います。で、インクラインっていうのはね、ここで折れ曲がって上がってくるわけで、そこに余分なこの技術が入ってるわけで、そうするとやっぱりちょっと1万2000円ぐらいになったりはするんですけれども、まあそこはまあ金額次第ということで、まあインクラインを使うことっていうのは、まあ胸の上部をやるか、そして肩を45度でやっていくか以外には特にそんなに使う必要がないので、まあそこをやりたい。まあ男性だったらそれも必要ですけど、女性だったら全然フラットだけでもまあ十分かなというところです。それと、やっぱり気になるのがこの収納ですね。これが折りたためるかどうかというのは、これなんかはここのピンを抜いていけば足がバターンとこう折りたためるんですけれども、そうすると、まあ、薄くなりますので隙間に入るということが可能で、まあ、これが折りたためる折りたためないでも、まあ値段は少し変わってきますけれども、まあ、折りたためない方が当然断然安いです、ね、そこの部分で技術量でやっぱり安いです。そんなに折りたたまなくても、とりあえず部屋の端っこにこの辺でずっと置いてれば、まあそんなに問題にならないといえば、折りたためなくても別に僕はいいと思ってるんですけど、ただまあ部屋が狭くてっていうんだったら、まあ折りたためた方がまあいいということです。で、その折りたたむっていうのが、なんかね、この真ん中辺でこうバターンと折りたためるようになってるって反対かな、この逆に折りたためるようになってるのはあるんですけど、この真ん中で収納のために折りたためるっていうのは僕はちょっとあまりお勧めしてないですね。っていうのはやっぱりこの上に乗ってエクササイズをしていく中で、この真ん中にそのこっちに折りたたむというか、こっちに逆に行くような折りたたみなんですけど、でもちょっとね、まあちょっとね、わかんないです。それは使ったことないから何とも言えないんですけれども、耐久性とかをいろいろ考えた時に、ちょっと僕の中でちょっと不安があります。なので、まあ、例えばこの上にこうやってあんまりやらないですけど、こう上がってステップアップっていうような運動をしていくとかって言った場合には、まあそれなりにね、負荷もかかりますから、まああんまり真ん中の折りたたむやつじゃなくて、そのフラットやれば、これはフラットのままで足だけ折りたたみるやつがいいかなと思います。それで、さっきのインクラインなんですけど、インクラインが結構商品がいろいろあってですね、これが微妙なんですね。
微妙というのはこの座る部分ですね、座るあのお尻が当たる部分の座面の部分が妙に長いやつがあるんですよ。すごく長いと正直言ってやりづらくてですね、なんか膝の方まで来るような感覚のやつがあるんですけど、そんなにねあの座面が長くある必要はなくて、座面結構短くて構わないと思います。本当にお尻が乗ってればいいだけなので、この長さのベンチというならもうこのぐらい座面あればよくて、なんかこんな風にある必要は全然ないですね。あの逆に多分なんか座っててなんか違和感あってやりづらい感じがあるかと思うので、あんまり座面が長くないやつがいいと思います。それでそのインクラの場合には逆に今度こっちの上の方です。上の方がある程度十分な長さがあった方がいいですね。これはさっき言った座面が長い分こっちが短いっていうのがたまにあってですね、そうすると寝転ぶ時があれ頭が出そうみたいな感じがあるんですね。特に身長がもう175以上あるような人だとそれが結構気になっちゃうので、こっちの背もたれの方はそれなりな十分長さがあった方がいいということ。それと結構一番気になるのがですね、ここの形なんです。この形、今これは、まあ、こういう風な感じで普通に直線長方形の形をしてますけれども、これがですねこういう形じゃなくてわざわざいろんな形にしてあって、特にインクラインのやつでありがちなんですけども、腰の部分だけちょっと太くなってて、そっから上にまた分割してさらに分割して3つぐらい分かれてという風になると、そうするとここの部分がここら辺がモコってなってて上は細くなっちゃうわけですね。でここにモコっというここ幅があって細くなっていかにも体にフィットしてそれに合わせて作ってますよという感じになってますが、実際リバースプッシュアップをじゃあここでやりますって時に手をここに添えてこうやるわけですね。そうするとここの段が違う前後ずれちゃうわけですよ。とかここでブルガリアンスクワットをやっていく時にこっちは出てるこっちは引っ込んでるんだと、足をね、そこの場に立って足を置くときに、あれ、こっちはこの感覚、こっちは違う感覚になっちゃうので、もうここはフラット長方形のものを本当に選んでほしいと思います。それはね、本当になんかこっちの方がね、見た感じ、そういうことを気を使って良さそうみたいな感じに見えるんですが、もう本当にシンプルにここの長方形直線のものを選んだ方がいいです。それはもうフラットでもそうだし、インクラインでもこの長方形直線のものを選んだ方が、これは絶対いいと思います。あとですね、このシート、まあ、この硬さとかどうとかあんまりわからないと思うんだけど、まあ、とりあえずは見た目であんまりプワプワしてないやつがいいですね。どっちかというと比較的硬めのクッションの方がいいです。これプワプワしてると本当にダンベルプレスとか重いのあってても結構背中がプワプワプワ揺れちゃうのと、腹筋やってても本当にここがベッドでクランチをやってるような感じでへこむことがね、まあ、あんまり柔らかすぎるのもあんまりないと思うんですけど、なんか見た目にグッと分厚そうなのはやめて、比較的薄く見える。まあ、これなんかも見て、まあ、4センチぐらいですね。板の下から上が4センチぐらいの感じで、そのぐらいであればいいかなと思いますね。ちょっと厚さも気にしてみてください。まあ、そんな感じで、選ぶポイントでもチェックしてみてほしいんですけど、まあ、本当にこの折りたたみのやつでだいたい6000円ぐらいであるので、そしてインクラインでもまあちょっと上がってきますが1万2000円ぐらいですね。まあこの6000円ぐらいでも正直何ら問題はないです。自分で使ってる分であれば、で僕もこれ2年以上使ってますけど、まあ全く問題ないですね。正直ね、6000円で2年というか、まあ普通に使えば6年、7年、8年使えると思うんですけど、まあ全く費用対効果としては問題がないものだと思うので、まあ、6000円ぐらいだったらちょうどいいのかなと思います。まあ、今映像の中でちょろっと紹介した、この形がいいですよというののリンクを一応下に貼っておきますので、まあ、参考にしてみてください。はい。ベンチがある方が本当にいろいろ幅が広がって、効果も出しやすくなりますので、ぜひ使ってみてください。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。